なんか撮影中にキャッチボールしてるの久々じゃないですか。かな。うん。グローブもね。昔の侍純モデルを。そう。なんかさ、ん？何？大声じゃ言えないと。そう、俺今さ、なんかさって言ったじゃん。腕の振りおかしいなって。大胆さがなくなってる。多分ね、入ってないから。そう、あの本人はエプスになった。ちっちゃい声で言ってます。はい。スムーズさと大胆さがなくなってる。嘘。やばくない？ちょっと。なんかね、よく言えば、よく言えばショートアームなんだよ。マジで？よく言えばね。じゃあいいじゃん。じゃあ、ね、俺聞いてた今人の言葉。よく言えば。よく言えば。前がちっちゃい。やっぱり。うん。その後ろのテイクバックがちっちゃいのはショートアームじゃないですか。でそこまではいいんだけど、ショートアームの人でも前はでかいじゃん。でかいよ。そういう意味じゃねえ。そうだからここはいい。そう前、そう顔から前がちっちゃい。これさ、ちょっともうちょっと離れられる。え、こっち綺麗じゃんかな。離れた方が綺麗。嘘。なあ、猫投げ。ここが、そう、今原因わかるんだ。なんかね、ちょっと待ってね、俺もね、なんとなく分かった気がした今の。誰が悪いとかじゃないんだよ。そうそうそう。大久保しゃがんで振らないでね。ダメだ。ダメです。あ、いけた。ダメだ。あ、ダメだ。ボールだ。あの、簡単に言うとバッピを子供にバッピしてるんです最近。でさ、強く投げれないじゃん。うん。軽く投げたらおかしくなった。そうだろうなと思った。まだほら相手がほらいるからだけどさ、大きい人が。そう、近くで投げててそれだったから、多分そうだろうなとは思った。やばい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 。あー、つばかない。やめだ。でさ、小学生、低学年、小学校低学年からもちろん高学年もいるし、中学校、中学生もいるじゃん。原因それでしょっていう。まあそうっすね。なんか5、6年生はなんか気遣って、うん、なんか早いのと遅すぎるんで、早いのと遅いのランダムでお願いしますよみたいな。だから普通にピュッとも投げるんだけど、遅くの時はマジであのいいファス。でもいいファスでやりすぎると頭からの投球みたいになっちゃうから。あ、そう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 。いかに気持ちよく打ってもらうかを考えすぎたゆえにでしょっていう。そう。ただピュッといけんだよ。ピュッとならいけんだよ。ああ。小学3、4年生でこんな無理だろ。うん。これいけんだよ。ちょっと待って。いくよ。もう無理なんだよ。ダメなんだよ。打たせてあげなきゃいけないか。そう。っていうその気持ちと、ただ圧もあるよねっていう。そう。あ、そうそうそう。これ振ってくれたらラッキーやな。はいはいはい。今のもね、なんか若干高いかったりするのよ。うん。これね、いける。でも実際もうちょっと遠いんだよ。はい、行くよーみたいな。はい、行くよーみたいな。あ、高い、ボールみたいな。見逃せ、ごめんごめんなんつって。ああ、ボールなんだよね。あれもボールなんだよ。はいはい。ああ、ダメだ、ダメだ。
子供が悪いとかじゃなくて俺のまあ考え方というかメンタルというか。中学生の相手もまあしてるわけじゃないですか。中学生はほぼマシン。あ、マシン投げるときは公式やってる子が投げてくれってから俺はマシンをやってるだけなの。だから小学生だけ。小学生じゃあ JQ と JQ だけか。 JQ だね。昨日は M級だったけど、なんか JQ はマシンで使ってたから、うん、手投げは M級でやってたけど、まあ JQ の方逆に投げやすかった。慣れたからかな。かな、わかんないけど。気をつけてね、マジで。これで、あーごめん、ごめん、大丈夫。あーやばい、やばい。おお。まあ抜けちゃうってやつね。そう、抜けちゃう。ごめんな、クリッチ、大丈夫。やばい。やっぱボールが変わったりとかってそこでこ、手先で調整しちゃおうとか。手先でやってたせいでおかしくなった。しかも右になったらなったら絶対抜けんのよ。うん、右だからインハイとかめっちゃ投げちゃう。だからピッチャーやる上で手先でコントロールつけるなっていうのをむしろ教えてる側じゃないですか。そう、あの体使ってコントロールつけろって言ってるのができないんだよねっていう。だって普通にこう投げればさいけるじゃん。うん、だからイーファスとも違うし。そう、昨日はなんとか M級だったから、うん、イーファスとまっすぐで抑えた、はい、それ抑えたじゃねえや抑えたじゃねえや今は風な感じとこれでこれでやったんだよ。はいはい。で悩みがあって、それどうしたらなるかなと思ったところで、野手の練習があったのね。はい、ドリルで練習があったの。練習であのこうゴロ取ってこうステップを先にあるコーンまでステップしながらこの状態でパー投げる。これでパー練習があったんですよ。はい。それを見てて、あれ俺って確かいつもこうやって投げたなって、うん、こうやって投げたなと思って、逆にそれをこっからスタートして行くよーってやったらいけんじゃねえかと思ってやったらいけたんですよ。おお、行くよ。お、抜けた。ラッキー。あーし。だからピッチャーってよりかはキャッチボールって感覚で。そう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 。だから多分これダメだったんだよね。これダメだけど、この野手投げでこっから引いて投げたことによっていけた。はいはい。多少マシになったんですよ。うん、うん、いいんじゃない。だから甲斐の投手みたいだよね、ここ。あテイクバックのところで見ると。そうだね。だからあれだよね、イップスの人であの投げ方忘れたとかって言うんだったら、じゃあもう投げ方変えちゃえばいいじゃんっていう。あ、そう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 。こうやって投げるんだったらもうこっからスタートして、うん、あとはもう体に任せて投げろみたいな。はい。だから今まで多分ずっと行くよーってこうやって投げてたから行けた。まあそれが100じゃないからねっていう。そうそうそう、100発100中じゃないからって。そう、 Thank you。 この間4箇所あったかな、マシンマシン手投げ手投げってあって、でその時あの合間でキャッチャーとかピッチングやってるから一人いないわけよ。はい。で一人は塾長が投げてくれます、もう一人はあのマシン両方見ます、うん、ボール入れたりとか。でもう一人投げるのよ。その投げる任命されたら多分もう俺やばいなって、それをそれやってたんですよ。はい。でイップスで入んなすぎて、あの最後の方を小学生に頑張れできるとか頑張れとか言ってずっとやられてた。でもその後あの塾長になんか、お前さ結構やべえぞ、柔道のやつだぜお前って言われて、山本さんにですよねつって、なんかもう俺も横で投げながら、お前こいつやべえじゃねえかつって思ってたって言われて、いや俺がまさかねイップスになるなんて。だから本来のその草野球人としてのイップスじゃなくてっていう点だけまだ少しマシだからっていう。完全なイップスじゃなくて、この子供に、そうだよね、子供にそうピッチ今日は投げるよっていう。だからもう少年野球のバッピーなんか無理、限定的イップス。あ、そうそうそう、もう完全にあの腕がほらあの出てこないとかっていうイップスじゃないって、うん、じゃない。まあそうだね、来ない。でもまだマシ今日、うん、いつも本当に本当にここでなんかもう真下に行っちゃうみたいな。はい、うん、そうだからまあ気をつけよう、ま、なんとかして克服しようっていう。私あれですよね、この他のイップスの方は
まあ、どういう時にイップスになるかちょっとそういうのもコメントあれば、うん、あの教えてもらいたいなと。でどういう風に改善するようにちょっと克服したとか、今頑張ってるしてしようとして頑張ってるとか、なんかあればちょっとアドバイスをいただけたら嬉しいです。普段ビンビン投げてた男がさ、そう、ね、急に行くよなんて言ったらさ、なるわって話なんです、うん、まあね、キャッチボールの1球目からもうビンビン行ってたんだから。というわけで、翔平 TV イップスになってしまったという話を、させてもらいました。まあそんな柔道じゃなくて、柔道って言われたけど、まあ子供に対してだけかなってところで、まあ片通なんでね、まあうまく克服して、まあ、小中学生にね、パッピとかできたりなんか今後もしていきたいなと思いますんで、気持ちはあるんで、はい、今後ともよろしくお願いします。ではチャンネル登録とコメント高評価、そしてアドバイスをよろしくお願いします。それではありがとうございました。